そうですね、まだまだ分かりませんね、はい、この回は2番の亀山から攻撃。上久投手は東京学館浦安高校。上久君知ってる？知らない？知ってます。東京学館浦安高校からドラフト第1位入団いたしました石井上久投手が3人目のピッチャーとしてマウンドに上がっています。に入ってこれが3試合目、都合7試合目の登板になります石井です。失礼しますけど、いわゆるプロの怖さというのはあまり感じてない頃なんでしょうか。そうですね、そこまでまだまだ感じ取ることできないでしょう。今日2安打の後はセカンドへの併殺だ。問題はコントロールですか。まあそうですね、オマリーのボールカウント2ストライク2ボール。打球がフラフラッとレフト前に上がっています。レフトそうはうまくいくかどうか分かりません。今日は初回にツーランホームランを打っている、コンソの周りなんかもですね、もう普通200人から300。ツーアウトですがパトリックは2塁にいます。あ、いい球ですね。初顔合わせになりました。おお、高々と打ち上げました。もう一つ飛距離は出ません。